ジョゼフ・ダイズは経済学者であり、スイス連邦の政治家である。1999年から2006年まで、スイス連邦参事会参事で外務省と経済省、2004年にスイス連邦大統領を務めた。また、2010年には国際連合総会議長を務めた。1981年に政治活動を始めた。フリブール大学で、 経済学と社会科学を学び博士号を取得、ケンブリッジ大学キングスカレッジで多くの研究を行っていた。その後、フリブール大学で経済学の講義を行う役職を取得した。1983年には、チューリヒ工科大学、ローザンヌ大学、ジュネーブ大学などの客員教授となった。1993年から1996年には、 ナショナルプライススーパーバイザーを務めた。その後、フリブール大学の社会経済学部部長に就任した。同時期に、ライファイゼン銀行などの会長職も務めた。2009年、ビジネススクールローザンヌから、名誉学位が授与された。結婚し、3人の息子がいる。非政府団体インターナショナルラウール・ボランバーグ、ファンデーションとアフィーズ・スイス・インターナショナル・シビル・サーバンズ。 アソシエーションの名誉会員、ありがとうございます。